どうも、皆さんこんにちは、コスケです。今回は CD コラボの、超地獄級ですね、こちらの周回編成を、ご紹介していければなと思います。今回なんですけども、僕は主にベルダンディ、こちらのベルダンディパーティーを使って、周回しております。で、パーティーのご紹介ですね。サブに3枚ね、劉備並べて非常に、編成難易度は高いものになっているかなと思います。で、ニコ生のところ、あ、ところじゃない、ニコ生、月曜日のニコ生で、頑張れマックス未来のパズドラ攻略なんですけど、あれで、ここのサスケの枠を緑触発を使ってやってたんですけれども、まあ、十分あれでも、早いというか、まあ、あまりその速度自体は変わらないですね。はい。変わらないんですけど、まあ、サスケを、まあ、入れました。まあ、理由としてはもうボス戦十分火力はまあ足りているっていうところと、まあ道中の、まあ、ドロップの管理ですね、まあ、そこがちょっとめんどくさいなっていうところがあったので、まあ、小回りの効く変換1枚入れといた方がいいなと思って、ここをサスケにさせていただきました。ではちょっと立ち回りの方をねご紹介していきたいなと思います。お願いします。道中なんですけれども、基本的にこんな感じ、火の1コンボもしくは火の4つ消し1コンボで突破していくことができます。まあ、トンベリがね出ようが、何が出ようが、火の4つ消し1コンボで突破していくことができます。でここでもし火ドロップが4つなかったら、変換をサスケの変換を使って、4つ消しを組ませたい、3、4コンボ作っていくところなんですが、まあ、今回は4つ消しがあるのでまあ適当にこんな感じでコンボしていきます。で、全て貫通して突破です。で次、4つ消しをしたかと思うと、また4つ消しをしなければいけません。ここで進化後トンベリ3体で、初活だったら、ここを4つ消し1コンボで抜けるんですが、サスケだとね、ちょっと4つ消し含む2コンボか3コンボしないと突破できません。で、ここからクリスタル、まあ、次のポイントは、クリスタル、7フロアのクリスタルになってくるんですけども、そこまで、まあ、火をね、極力残していきたい。5個あればいいんですが、じゃあここまで OK ですね。で、次、火と木の全体攻撃で一掃します。はい、 OK、こんな感じでいくとですね、ベルダンディと劉備、全て溜まった状態で8フロアに、突入します。ここで、まあ、今回アパンダが出てきたんですけれども、モルブルの進化ごと、まあ、ランダムですね。で、出てきます。で、ここで劉備を使って、まあ、4つ消しを、まあ、適当に、まあ、2組ないし3組ぐらい作ってあげて、コンボしてあげればいいです。はい。まあ、キー44服、あと、火の4つ。キー44と、44、火4つ。で、消せば、もう確か倒せたのかな。で、ここはもう最後、こんな感じで、盤面を2色にして、残り1、2と、突破していきます。まあ、ここはね、そんな HP 高くないので、まあ、別に劉備だけでもいいんじゃないかと。まあ、リュウビアベル、毒一掃しないといけないんで、まあ、ベルダンディ絶対使うんですが。で、最後、また盤面を、2色にして、で、4つ消しをね、1個入れた方がいいんですよ。こんな感じか。最後閉じれませんでしたが、まあ、十分かな。4つ消しを入れた、残り適当で、まあ、削り切ります。はい。ということで、こんな感じで2分ぐらいかな、多分ぼーっとしながらでも、周回2分ちょっとかかるで、周回することができます。てかまあ周回してます。はい。まあ劉備3歳とか持ってねえよっ
っていう方は、まあ別にベルダンディにこだわる必要もないのかなと思いますし、まあウルドとかに赤オーディンとか角槌入れて、まあレインボークリスタルのところ、まあレインボーじゃない、クリスタルのところは赤オーディンを打って、倒していくみたいな感じの、パターンも全然ありだと思いますので、ぜひぜひ、ウルド、あのベルダンディに限らずウルドなど他の、パーティーも十分早いので使ってみてください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。